人を好きになるのって気がついたらもう始まったりしていて笑う。境目はどこだったんだろうと後から振り返ってみても、ああ多分あの時にはもう好きだったんだろうなくらいにしか確認できなくて、自分でも笑う。彼からの LINE 見れてない。相手バイト先の先輩だっけ。そう、と気まずい。突き飛ばすくらい無理って、そもそもなんで付き合おうと思ったんだよ。告白されたから。あ、好きでもないのに。好きになると思ったんだよ。だってバイトの初日にさりげなくミスフォローしてくれたし、お客さんにもいい感じだったし、ラテアートがうまいといっぱいいいところあるな。なんでそんないい人に私はひどいこと。リコ、高校の時からいつもそのパターンだよね。告られて付き合ってみてやっぱり違うかもみたいな。うん。右上。よっ。もう最近。大丈夫か。大丈夫。その鈴木さんって人に抱きしめられてゾワッとしたの？嫌だみたいな。ゾワッとはしなかったんだけど、ドキッともしなかった。なんか胸が好きって言わなかったんだよね。ドキね。全力疾走してから抱きしめてもらえば誰とでも恋に落ちたりして。そういうもんなの？違うと思うよ。つまりリコはまだ本当の恋をしたことないということで。随分ざっくりまとめたな。本当の恋くらいしたことあるよ。しゅうちゃんはなしだよ。え、なんで？え、誰しゅうちゃんって？リコの初恋相手の話。隣に住んでいた幼馴染のお兄さんのこと。ああ。え、なんで改めてそんな反応なの？小学生の時の思い出でしょ。ちょっと年上のお兄さんがかっこよく見えるなんてみんな経験してることじゃない？しゅうちゃんは違うよ。しゅうちゃんは
私がいじめられた時すぐに気づいてくれたし、励ましてくれたり一緒に遊んでくれたりとかして、大人になったら結婚しようねって言ってくれたんだよ。いずれにしても小学生の時の恋愛を真剣に話してること自体がもう重症で、もあれは恋だったはず。はあ、リコに恋する男は気の毒だわ。鈴木さんに連絡しなきゃね。なんてよ。ごめん、ちょっと焦りすぎた。ゆっくり話をしよう。こちらこそごめんなさい。怪我しなくてよかったです。私も鈴木さんとお話ししたいです。サークルの部暇だでしょ。部長が探してたよ。やっべー、今落ちやすいないよ。仕方ないな、立て替えといてあげるよ。悪い。その代わり今度何かおごってよね。バイト代入ったら必ず。何にしよっかな。シティコンサルティングの会社でバイトしてるんだから、この辺のおしゃれな店とか知ってるでしょ。ああ、そうだな、この店とか。この店のケーキ美味しかったし、店の内装も結構女子受けしそうな感じだったんだよね。美味しそう、うん、もしかしてこの記事あなたが書いたの。まあちょっとしたやつだけど。すごい、いいね、ここ行きたいな。じゃあ今度佐伯誘ってみんなで行こっか。はい、もしもし、進藤です。はい、大丈夫です。講義終わったんで今から行きます。はい、じゃあ俺バイト行ってくる。うん、頑張ってね。じゃあ。つまり僕とはもう付き合えないってことだよね。はい。どこがダメだったかな。え？りっちゃんの気持ちを考えないでキスしようとしたのは悪かったと思うけど。鈴木さんは何も悪くないんです。ただ私の問題っていうか。問題？私いつもこうなんです。なんて言うんだろう、まだ恋する資格がないっていうか。バイト中鈴木さんはいつも優しく見守ってくれてて、いい先輩だなって。でもそれ以上に思えないんです。ごめんなさい。そっか、正直に言ってくれてありがとう。鈴木さん、おかしい。あー、やっぱダメか。まだまだですね。でもこれとかいい。やった、初めて褒められた。さあ、やしやぜ。これめちゃくちゃ自信あるんですよ。普通かな。ちょっといいかしら。はい、頑張れよ。ありがとうございます。彼、男が惚れる男って感じだよね。まあ当然女にもモテるだろうけどな。
俺が子供の頃に思い描いてた大人の男って感じなんですよね。俺ももうちょっといけてたらな。そっちもかっこいいっすよ。そう？タコ捕獲。彼女？いや彼女なんていないっすよ。友人です。ほう。まだまだ僕らは子供だなって思っただけです。ふーん。ふーんってなんすか。バイト探さないとな。カフェ辞めたのかよ。だって鈴木さんいるのにさすがに一緒に働けないでしょ。でもよかったね、もみずに別れられて。ほんと鈴木さん神。突き飛ばされるし振られるし才能だったなその人だよね。何行こう、それにソースつくよ。でもよかったんじゃねえの。まあ好きじゃないと思われながら付き合ってても男としては辛いし。そういうもん。うん、近くにいんのに心が遠いって一番悲しいことなんじゃねえの。よし決めた。次からはドキッとしてからにする。ちゃんと恋に落ちるまで誰とも付き合わない。どうだか。それにこのままずっと中途半端な自分も嫌だし。そうかな。そうだよ、私って吉野みたいに保育士になりたいっていう将来の夢とかないし、新たみたいに一生懸命バイトしたりしてないし、なんもないなーって。リコ早く会わないと焦げるぞ。うん、うん、うん、なんだこれ、なんかグニャグニャしても出てきた。あのね、サプライズでタコの代わりに1個だけマシュマロ入れてみた。マシュマロ。もうそれ引き当てちゃうところがあなたっぽいよね。最近お前もう何も作んな。なんで？いいじゃんサプライズ。なんか入ってんだろ他にも。他にはね。なんだよ。食べてみな。他にも入れてたの？やだ、気づかなかった。ちょっと甘いの勘弁してくれよ。ちょっとグミ入れてみた。グミ？お願いします。よろしくお願いします。ありがとう。ありがとう、バイバイ。お願いします。ありがとうございます。そうだ、何か買っていくものある？牛乳がないかも。買ってきて。了解だ。案件か。本当に外に怪しい人いなかった？まあこの辺にはいなかったと思うけど。ごめんね新た。別にいいけど、ちょうどバイト終わりだったし。やっぱり気のせいだったのかも。まあ用心するに越したことはないからな。そうだ新た、パンツちょうだい。はあ？
ほら、女の二人暮らしってバレないように男物の下着を干しておくといいって言うじゃない。それね、防犯最前線ってテレビ番組でやってた。やだよ、なんでお前らに俺のパンツやんなきゃなんねえんだよ。そんなんドンキで買え。ほら、ちょっと使い古しの方がリアルな感じするし。そこにリアル必要か。大丈夫だって、汚くても私たち引かないからね、吉野。うん、うん、はあ、汚くねえし。お前らなんかにずっとやんねえからな。あ、ね、今お願いします。ありがとう。交代するよ。あ、お疲れ様です。あのウサギこの前からいるよね。同じ派遣の方じゃないんですか。うん、違うよ。じゃあお疲れ様です。お疲れ様。どうぞ。あれから大丈夫か？おう、最近？あなた、助けて。どうした？誰かが。そんなに怖がらないでよ。ピッちゃんがバイト辞めちゃうから来ただけだよ。だって君が言ったんだろ、優しく見守る僕が好きだって。笑って。安心して、これからも君のそばにいるよ。ごめんなさい、私も。こいつのそばには俺がいるんで。なんだよ、僕はりっちゃんのこと。ひだとかふざけたこと言わないでくださいね。こんなにこいつのことを怖がらせておいて。一方的な愛情ほど傲慢なものはないですよ。それは愛じゃなくてただの執着でしょ。本当に彼女のことを思うならもうやめてください。ごめんなさい。私が身勝手なことしたから、鈴木さんを傷つけてしまって、本当にごめんなさい。真剣に思ってくれてたのに、大切にしてくれてたのに、本当にごめんなさい。ちょっとは落ち着いた。うん、ごめんね。
いや別に。あれだな、風船持ってたのがウサギでよかったな。ほらピエロとかだったら怖いだろ、それが見えたら終わりって。冗談だよ。分かってるよ。あの人お前のことすげえ好きだったんだろうな。いやだからってストーカーみたいなことはしちゃいけないけどな。恋は一人じゃできないってこと当たり前のことなのに忘れてた。私ってバカだね。危ない。ありがとう。私もフラフラしてないでちゃんと歩かないとね。新たや吉野みたいにしっかりしなきゃ。あのさ、俺のバイト先で働いてみない？え？ちょうどうちの社長が新しい人欲しいって言ってたし、小さい会社だからいろいろ任せてもらえるし、まあ就活でいろいろアピールできると思うんだ。ほら最近って短期のバイトしかしてないだろ。私でいいの？うん、ちょうど若い女子の視点が欲しいって言ってたからさ。バイト代も悪くないし。ことを始める時の最初の一歩って右から、それとも左から、どっちが正解かなんてわからない。